じゃあどう思いますか。今日ジェスクリスト自身は私たちに聞きます。どう思いますか。もしあなたには100匹の群れがあれば、その中では99匹は正しい羊、1匹だけ頭固い独立を探す、いつも自分勝手にする、いつも群れを離れて迷う。で、その羊はある時もう完全に迷う。あなたはこの難しい羊探しに行く？行かない。行かない。なぜかというと、奥さん、主人はあなたから離れた時には、つまりあなたに反対した時には探しに行かない。しかしこの太古説は私たちにその良い知らせを伝えます。キリストは迷ったあなたと私、その羊を探しに来る。そのために人間となった。馬小屋は私たちの状態のイメージ、私たちの傷つけられたところ、で彼が同じ傷に傷つけられる。で、あなたを見つけたら彼が大喜ぶ。だからあなたは迷っていても、罪人であってもイエス・キリストの大喜びです。そのためにクリスマス、キリストの誕生は大きな喜びの祝いです。